まずは森は存在しないという YouTube 動画で有名なアメリカ・アリゾナのデビルタワーから入ろうと思う。この岩山は年輪のない植物、シダカ、ヤシのような樹木が化石となったものだという発想からスタートしている。事実であれば全長は2キロメートルを優に超える巨大さを誇ったと思える伝説になっている世界樹の実物と言える。実際に存在したとすれば、カナダに存在するメタセコイアの巨木をはるかにしのぐ巨大さである。このような巨木が石化することが本当にあり得るのだろうか。アリゾナの砂漠には巨大化した樹木の化石が大量に存在しているので、それなりの地球規模の大変動が存在していたことは確かなことに思える。樹木が巨大化するためには窒素リン酸カリの三大肥料を供給するために、周りに生存する動物たちも巨大化していたのではないだろうか。シダ類の植物が生い茂るためには、気圧、湿度、空気の濃度、温度のすべての条件がそれなりに整っていた時が存在したといえる。ならば人間並みの知的生物も存在していて、巨大化した動植物を記録した証拠がどこかにあってもいいはずだと思える。それがナスカの地上絵かもしれない。すべてが巨大化していた時代を知的生命体が地上絵という形で記録に残してくれたのかもしれない。確かに巨大化した樹木がしっかりと地上絵として描かれていることがわかる。描かれたものは飛行機からでしかその全容を見ることができないほどに、当時の実物大の巨大さで描かれていると言える。現在の環境では5センチメートルに満たない大きさのハチドリの巨大さは異常である。架空小説シンドバッドの冒険話に出てくるロック鳥並みの大きさのハチドリといえる。もしかしてゾウも掴んでいたかもしれない。同じくナスカ平原に描かれた雲の大きさも異常といえるほどの大きさである。これほどの雲が本当に存在したのであろうか。この手の大きさの雲が実在したならば、屈強な巨人の男性でもたじろぐ怖さを感じるほどであろう。異常な大きさといえる。アマゾンのジャングルには現在でも大人の男の手のひらサイズの雲が存在しているので、条件が整えばそれなりの大きさの雲が実在したと思える。ナスカ平原にほど近い以下には巨人と恐竜が戦う場面が描かれている硬い岩が発見されている。描かれた年代も巨人の種族も不明であるが、それなりに実在したことをうかがわせるほどに1000個以上と大量に発見されている。巨人の骨は世界中から発見されているというが、アメリカのスミソニアン博物館が全てを回収していて人々の目に触れることはない。人間の歴史が根底から崩れる可能性があるからであるという。これらの巨大な動植物は地球上の南北40度の範囲から見つかる率が高いことにそれなりの意味があると思える。静止衛星は
赤道上に配置されている南北40度の緯線範囲が管理できるのだ。そこに大昔から常駐しているらしい謎の衛星がいるのだ。地球上の動植物を監視し淘汰したかもしれない一番怪しい物体が赤道上空に存在している1万2000年前から地球を周回しているらしい所属不明の衛星でブラックナイトという。シュメールの粘土板に書かれた文字を解読したシッチン博士の論文を裏読みすれば、ニビル星人は人間改造のついでに自分たちに都合の悪い巨大で邪悪なものをそれなりに淘汰し、以後の監視のためにブラックナイトを置いていったと言えるからだ。ニビル星人は地球表面を7枚のプレートに割り、火山を噴火させて地球環境を制御することなど朝飯前に実行しそうな輩に思えるのだ。絶対的に公に姿を見せない彼らの地球改造の結果は、地表にくっきりとした縞模様になって残っている。この縞模様は数億年間にわたる彼らの改造結果といえる。得体の知れないブラックナイトという地球周回衛星は、原子爆弾を組み込んだミサイルを宇宙空間にセットできないように現在でも監視を怠りなく実行しているようだ。こうした事実を喜んでいいのか悲しんでいいのか、もうそろそろ人間自身が気がつかなければならないのだと言える。さて、ここで結論。巨大な動植物が共存したかもしれない地球年代記を偏見なく人間が理解するのはいつ頃になるのであろうか。といったところでおしまい。またの機会にごきげんよう。グッド評価をいただけると以後の励みになります。よろしくお願いいたします。さようなら。